勝手に北沢賞コンデレをですね、前にニューイヤーの時にやったんですけども、その時にね、勝手に北沢賞に輝いたのは実は幸男さんだったっていう。これ8時間コンデレっていう動画もね、前にこうマーシンチでやったんですけども、それの時にこう幸男さん出てくれた。あれからもうね、1年半ぐらい。そしてこれですか、これですか、その時に8時間混んでると伝えましょうね。8時間混んでる、もっとかかってますけど、この間のニューイヤー、これ勝手に食べました。どうですか、かっこいいかっこいいよ。これだってバーニングさんですよね。そうそうそう、見えないよ、言われたらわかるよ。バーニングさん、これ裏です、裏です。バーニングさん、なんかバーニングさんの特徴であるこの、なんだろう、フロントノーズ、まあ、こういうところをね、そうそうそう、こういうところをこうしたってこと。そう、ここをもうカットして、で、後ろにつけてる。元気もりもり、後ろにつけてるかい。こうして、こうして、後ろにつけてる。あ、ここにつけてるんですね。そう、だから前をカットした分、後ろをこう延長して、はい、こうバランスを取りながら、こうなのが、だからこうってこと。そう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 、これがアロマ企画みたいな。はい、いや、知らない、ちょっとよくわかんないけど、この3階のとこはスペーサーを、そうそう、黒いスペーサー、あのプラススペーサーの土管みたいな形のやつをつけて、で、本当はメッキ塗装したかったけど、なんかうまくいかなくて、まあ、メタル塗装みたいな。なるほど、横すごいですもんね、これね。で、マフラーがプラパイプを頑張って曲げて、つけて、プラパイプ曲げるのも大変だったんだよね。で、人がね、乗ってて、まあ、よく見るとこう腕とかがね、塗装になっているという。そうそうそう、一応なんか走行できるように電池のところは削らないようにしようと思うと、ドライバーがどんどんこうボディまでは入らないから、そう、頭とハンドルだけをつけて、腕とかは塗装で再現してる。で、ね、勝手に立つ足を上げちゃいましたけども、実際どうだったんですか、その結果。社長さんは一応優秀賞、ほら、うん、出てる出てる、これ優秀賞、優秀賞おめでとうございます。ありがとうございます。この1個上に最優秀があります。優秀賞、優秀賞って何回前ありましたっけ。そう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 、8時間混んでる8時間混んでる時優秀賞取ってる。あれ僕何でしたっけ。え、僕ってマスター、はい、マスターいるんだから。あ、います、います。すみません、来たよ、すみません、来ちゃいました。でもね、8時間コンデレはすごいいい経験だったから、あれは本当にやってよかったなって本当は今でも思ってない。毎回8時間コンデレと苦悶式をやってよかったなって、やっててよかったと思って。その他にもこうね、前に出た、そうそうそう、その半年前のやつに、これは3人と民谷でやばい。これでも並ぶと結構もうね、色がちょっと似てるから、もう同じ人のやつっていうのが、どっちも合う。で、何ですか、幸男さん。そう、勝手に座談賞をいただいたってことで、僕が勝手にこういうのを作ってきました。ちょっとこれ、既視感がすごいんですけど、なるべく転用しないようにこう手作りで。こういうのが、こういう症状ですね。勝手に、はい、田沢賞症状を勝手に作ってくれる。勝手に作ってくれる。勝手に田沢賞に勝手にサインを付け加えたっていう、はい、みんな勝手、おめでとうございます。ありがとうございます。やりました。これね、幸男さんが作ってきたからあるわけで、僕にはないです、ね、そう、症状は今後ないです。受賞しても勝手に作ってきてください。勝手に症状欲しい人は勝手に作ってきて、勝手に200万とか持ってきてもらえるから渡すんです。何年ぶりに作ってるの。1年半ぶりか。